市販の幻想を見てた。こんな蔵さえもコンクリートで覆われていく。畑はどんどんビジネス色が濃くなり、経済優先息苦しい毎日、嫌なら死ねと気違いセーフ。人がどんどん死んでいく、いや殺されてるのかどっちだ。挙句の果てに戦争の準備、くだらん玉蹴りを隠れ蓑にして、今日は昼休みが長いので心に隙間ができちゃった。正確に言うと心の隙間を覗いてしまったのだ。こと生きてきた道、くだらなく思えて、いっそ浴びるほど酒を飲めたら。